作品展はですね、医学部、高知大学の医学部附属病院での展示とですね、合わせて、県内の、医療福祉施設の方でも、展示を検討しておるところです。で、これについてもですね、産科医生を中心に福祉施設に今現在アポ取りしてもらって、展示のですね、段取りを進めておるところです。で、これは、補足になりますけども、私と、松本先生なんかも加わっていただいて、本学の学長裁量経費という、学内の競争的資金を活用して、その助成を受けて、この事業というか、プロジェクトを進めさせていただいております。で、この、ポスターは、私の方で、学生さんの活動に花を添えるという意味で、また、コンセプトにあるその宇宙であるとか、そういうのを、イメージを引っ張ってきて、それでこういうポスターを、添えさせていただきました。はい。では、早速ですね、まず、岩井さんの方からなんですけども、学生さんの、作品プレゼンテーションに移らさせていただきます。で、もし、可能であれば、橋本監督ご夫妻から、コメントといいますか、率直なご意見というか、作品見た感想とか、質問とかですね、いただけたらなというふうに思っております。はい。そしたら、岩井優香さんの方から、4回生からですね、発表を始めていただければと思います。よろしくお願いします。はい、4回生の岩井優香と申します。よろしくお願いいたします。生命の生、生きるという字に心に留めて忘れないという意味を持つ「奥」という字を合わせた、記憶というタイトルの作品を制作しました。今回、ライフ試写会を鑑賞して、ふわふわとした宙、ふわふわと、宙に漂って包まれるような、感覚と、両親に対する感謝の2点を強く感じたので、この感覚をもとに制作を進めました。で、変わり果てた、あ、果てた、魂が巡り巡って次の生を無輪廻転生から着想を得て、自身の生に対しうつむくことや天を仰ぐことがあっても、その度に母の胎内に包まれ感じたであろう希望や幸せを心に留めながら、自身の生を全うしたいという思いを込めて作りました。で、今回の使った、色を持つ意味としましては、自身を優しく包み込む、優しく温かく包み込む体内を赤や黄色などの暖色で、成長とともに感じる葛藤だったり、不安、苦悩、悲しみ、怒りを、濃い紫や黒などの暗色で表現しました。で、死が次の生を生むという繰り返される流れを表すために、ウィリアム・アドルフ・ブグローの天に運ばれる魂の中にある2人の天使によって魂が運ばれる様子を体内に描きました。今回はこんな感じでした。はい。以上です。はい、ありがとうございます。どうしてこの、どちらかというと、生まれてくる時ではない、この旅立ちの時じゃないですか。肉体から魂が離れていく様を描こうと思ったんですか？そうですね。最初は確かに、命が生まれてくる方を書こうかなと思ったんですけど、それだとこう直接的すぎちゃうかなと思ったので、あとその自分の人生を、これからこう希望を持ってスタートするっていうよりかは、今までのこの成長してきた過程を振り返ったりだとか、今までのこういう人との出会いとかを思い出すことの方が、私にとってはこう価値のあることなのかなというふうに感じたので、走馬灯とかを見るような意味を込めて、この、旅立つ方の、絵を描きました。ああ、なるほどね。でもそれはすごく大切なことですよね、そこは。この旅立ちのところから、今も含めて人生をこう見つめていくって、これからこう生きていく過程をね、悔いなく
素晴らしいものに生きていくって意味でも、その死からのこの見視点というのもとても大切なことですし、おね、これすごく大切な社会に対してもメッセージですよね。で、やっぱりここがやっぱり一つ、この天使が運んでいってくれてるっていうのも一つ、なんだろう、まあどういうね旅立ちであろうとも、ね、全ては最後は受容されて、すごく温かいところに導かれていくんだよっていうようなね、なんかそういうこう希望にもこう感じれるような、これ天使を描かれたのは何か理由があったんですか？私がまだ中学生ぐらいの時に、それこそ曽祖母が亡くなって、でその時に初めてこう死というものを、なんだろう、こうはっきりと感じたところ時だったので、死んだ後ってどうなるのかなっていうふうなことを考え始めたのもそこからだったので、そういう時にこのライフっていうのを鑑賞して、魂がその後次の生に繋がれていくっていうナレーションを聞いた時に、私だったら天使によってこう温かく運ばれていった方がなんか嬉しいな、じゃないですけど、なんかそっち、そんな繋がれ方の方がなんか安心できるなって、死に対してこう安心して生きていけるなっていう風に感じたので天使にしました。そう、本当死を、なんだろう、なんかこう、なんだこう、ネガティブなね風に捉えることでは、まあ、いい意味でのネガティブに捉えることではなくて、そこをきっとね、祖母のおばあさんね、ね、旅立ちの時もきっとこういう風に旅立って行かれたんだろうなっていうのもきっと岩井さんも感じられながら、でやっぱそれのこうイメージがここにも結びついて生まれてるってことなんですね。はい、ありがとうございます。これは素敵だ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そしたら、次